これで大丈夫かな。お、いいね。はい。キティちゃんでかいな。というわけで、愛媛の松山に、来ました。いや。よ。すごいね。まあ、松山はね、あのイベントもやらせてもらったりとかして、うん、でそこで、知り合った僕がまあ YouTube でも何回も言ってる。はい。顔出し初めてなんですよね。顔出し初めて。仕方ない、はい、うん。この人がライオンママです。ライオンママです、はい。こんにちは。ハロー YouTube よ。はいはい、なあ、ライブ配信始めてドキドキする。そうそう、まあだからなんかこれ可愛いですね。そう。めっちゃ頭からめっちゃ煙出てる。次亜塩素酸、次亜塩素酸。うわ。そうそう、ここだからそのここは愛媛のですね、まあ、繁華街二番町にある。はい。はい、ジャングルバーライオン、ジャングルバーだ、そうそう、ライオンさん、そう、私のお店ね、はい、で今回の僕の旅も、あ、どうもどうも、清水さんこんにちは、いらっしゃいませ、あの旅もね、僕の本当に車の前面のところに大きいステッカーがバーンって貼ってあるんですけど、あ、嬉しい嬉しい、スポンサーにもなっていただいてます、はい、いやいや、ハーさんに会う前からファンやから、ていうかちゃんとこれ買ってくれてるところがすごいですね、そう、ベルトこれしか持ってなかったんやけどね。そう、うん、これだけ好きなんでね、デルタだけが本当に、うん、だって、あ、こんにちは、あ、いらっしゃいませ、どうも、すいません、もうこの昼間の3時に、そうよ。だってさ、この後誰もいなくなるんやけどね。あ、皆さんこんにちは、ね、あ、いらっしゃいませ、ありがとうございます、そう、で今日はですね、この後、うん、あの、まあ、収録なんですけど、あの、こちらでライオンママがやってるラジオの方に僕がゲストで、そうです、はい、ライオンママのワンナイトオンリーという、はい、毎週土曜日深夜12時半から、はい、いい時間帯ですね、そう、ずっと下ネタの。まあ口がだいぶ軽くなる時間ですよね、そうね、12時半でね、そう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 、はい、でもな、どういう内容かとかさらっと言うと、はいはいはい、最近日本のパトカーも、うん、アメリカのパトカーみたいに、はいはい、かっこよくなったと、で、はいはい、バンパーのところに、うん、英語で POLICE ペルスって書いてあかんでしょ。あかんことないよ、ラジオで OK やもん、はい、まあ、僕の先輩で酔っ払ってパトカーに落書きしてた人いますね。前原和樹って、ね、大尊敬してますね。え、舞ちゃんも、レッドレッド、でも僕はだから唯一あの若い頃に師匠だと思ってましたから、ね、レッド、はい、もうあんな豪快な生き方できたらなと思ってたんですよ、いやなんですね、僕いきなり、ね、夜ほんと終電間際に淳今どこおるんじゃって言われて、うん、いや家ですけどちょっとさっつって、うん、で当時彼が住んでた駅のところ、うん、来れるかって言われて、あんまギリギリ行けるかもしれないです、うん、いや今さくあの花火で飲んでてさ、あの先輩の役所と今いるから来てくれって言われて行ったら、ベロッベロのぬくみずさんがいて、俳優の、で行った瞬間にもう無理頼んだって言われて初対面のぬくみずさんを預けられでもぬくみずさんむちゃモテるんですよ。なんでなんで、当時まだそんなぬくみずさんがバッと売れ出す前ですよ、もう20年近く前だから、だけどその駅にあのとこにちっちゃいクラブみたいのがあったんですよ、バーで結構大きい音を出してるお店が、ちょっと駅の名前言えないですけど、行ったらもう若い女の子たちがぬくみたいな感じで、あのぬくみずさんがハゲ散らかした感じでめちゃハイタッチでイエーイとか言っていいね、そうなんです、え、こんなモテんのって、でも結局当時あのお付き合いをしてた超美人の奥さんが、そのベロベロなぬくみずさん、マネージャーさんなんですけどね、迎えに来てくれて帰ってって、うん、僕だから朝まで結局帰れず、そこのめちゃうるさいバーで俺は何なんだみたいな、はい、でもまあ、辰巳の頃、辰巳やったっけ、ゴーグリーン、あ、そう、辰巳翔ねえ、はい、ねえ、あ、私ね一個面白いこと知っとるよ、え、なんですか、なんですか、ハルさん誕生日8月19日やった？7月19日、マッチと一緒です、あ、そうね、近藤真彦、はいはい、ね、物まねできるとしていませんけど、はいはい、辰巳は8月19日、あ、そうですよ、1ヶ月、そうなんよ、私獅子座でライオンっていう、あ、そうなんだ、そうそう、あ、それだったんですね、獅子座でライオンっていうお店の名前にしたんですけど、うん、辰巳と一緒だったのを覚えとる。いや、そんな僕忘れてましたよ、本当、そうそう、設定8月19日、そうなんよ、719に、うん、あ、1個足したんやなと思って、だから、はい、設定が、うん、あの
年子なんで、うん、あの無理やり誕生日ずらさないと、なるほど、お母さん何ヶ月妊娠してんだみたいな話になるじゃないですか。あ、家族だからね。そう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 、うん、なるほどなるほど。 それで多分8月の19になってたんですね。そうそう、うん、本人さえ覚えてなかったファンは覚えてるもんだよな。うん、と思い出しました。あれぐらいの時はでもね、うん、原田さんが辰巳って知らんかった。あ、はいはい、うん、もうだってもう20だから2年前ですよ。そう、22年前、20歳なのか。20歳です。20歳から21。あ、デルタの時に名前を覚えた。ああ、はい、20、あれが25の時ですね。めちゃめちゃこの人だけシリアスって、うん、なんかみんな新人感の仮面ライダーあるあるみたいなあるやんな。ああ、まあまあ仕方ないですね。ね、新人感あって、うん、ああ、ういういしいなって思ったら一人だけ重厚な演技するあれでグイグイ引っ込まれていった。ああ、本当ですか。バイトに行ってくるってそうそう、むちゃくちゃですよね。あんな仮病を使うとかね。そうそうそう、楽しかったな。それが思い出がすごく強くて、はいはいはい、これを買ったら当時のセリフが何十種類も入ってる。ああ、はいはいはい、そうそう、それを聞きたくてためだけで買ったでも原田さんに会わんかったらこれ箱から開けてないそうそうそう、だから前もねサイン書くっていう話をしたんですけど、うん、そうね、あ、忘れてきたみたいな。そうそう、もう誰にも見せたくなかったんやけど、とりあえず本人やったらええよねということで今日は、はいはい、この後ラジオ番組で原田さんとね、うん、日本撮りしていただいて、はいはい、ね、今週末の土曜日12時半と、あ、県外の方はねラジコっていう、あ、そうですね、僕の今やってる、はい、その東京でやってるラジオもみんなやっぱり地方で聞くときはラジコだったりとか。そうそう、だからフリータイムで聞けるんだよね、はいはい、ぜひね。曲はどこになるんですか。 FM 愛媛です。 FM 愛媛、はい、はいはい、ぜひね、2週連続でやるんだよね。で1週目はね、真面目な話します。あ、わかりました。やっぱ YouTube なさってるんで、はいはいはい、まあ、私もね、ライオンママのワンナイトオンリーっていうね、YouTube、結構だから紹介してますよね。はい、聞きました、はいはい、聞きました、やってるんで、うん、まあその話を少しして、はいはいはい、で原田さんの経歴とか少しお話しして、うん、で翌週、バリバリのゴリゴリの下ネタをあ、ライオンママさんだと書いてある。あー、はーいでゴリゴリの下ネタをしたいと思うんでその前にね、やっぱり今回原田さんからお伺いした NG なしと、はい、あ、基本ないっす僕ね、うん、原田全部 NG なしやから大丈夫です、ね、大丈夫です。だから予行練習として、はいはい、ね、まあ、明日も生配信したいと思ってるんではいはい、はい、予行練習として、うん、初恋の話をね。あ、初恋、うん、もうはっきり覚えてますよ。幼稚園、本当に名前も覚えてます。円城寺純子ちゃん私本名純太だけどねそう、円城寺純子ちゃんって。なるほど。でもね、小学校に入る前に、うん、その子は転校してっちゃったんです。なるほど。そうするとなんかもう幼いながらにも、ああ恋だったなって思うじゃないですか、うん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 、で数年後親同士が付き合って、うん、あのつけ、知り合いでね。そうそう、知り合いで付き合ってたってちょっと陰気な感じになっちゃいます、うん、そうそう。で久しぶりに会ったら、うん、むちゃむちゃ不良になっててなるほどなるほど。そうそう、今はどうか分かんないですよ。だから不良っていうか、なんかちょっととっぽい感じになってて、あ、うん、僕の思い描いてたあの初恋のもう純子ちゃんはいないっていうのを、うん、なんか鮮烈に小学校の時を持ったっていうのを覚えてますね。すごいね、素敵な思い出やね。私もね、好きになった子覚えてる。誰ですか。小茂田めぐみちゃん。小茂田めぐみちゃん、うん、はいはいはい、ね、おもちゃ屋さんの娘さんやったえ、何が良かったんですか。え、結婚したらおもちゃ屋さんできると思って淡いでも淡い、本当にそう思っとったんだもん。じゃあ次、はいはい、あのさんまさんと話した、うん、おっぱい酔いの話いや、おっぱい、あれ全部聞いてないんよ、はいはいはい、だからまあおっぱいを言って、うん、もうその高校生の頃ですよ。はい、はい、あ、古谷君、あ、どうもどうも、あ、僕も旅のテーマソング歌ってくれて、はい、あ、はいはい、あれめちゃめちゃ可愛いよね、曲ね。ね、どうもどうもあれよママです。そう、おっぱい酔いの話、まあ、だから、まあ、放送に載せてね、 YouTube に切られない程度のところで話をしとくと、うん、なるほどね。いわゆる、まあ、おっぱいがこう揺れてたんです。大きい子だったんですよ。もういいよ、もう40もね、こうしたら全然放送でもいいんですよ。高校生の頃やろ。そう、おっぱいがこう揺れてて、そのおっぱいがポンって当たった瞬間に、うん、グルングルンってその子のおっぱいが回って、うん、目が回ったってこと。で、目回って僕吐いてしまっていいね、続けて続けて。そうそうそう。で、その話をね、うん、飲み会の時に僕、そうだ、番組じゃなくて、うん、さんまさんにそれをしたんですよ。飲み会でね。そうそう。そしたら、違う飲み会の時で、うん、まあ、そうそうたるメンバーで、メンバーの中で、僕の隣は
あの、まあ、友達佐藤恵里で、すごいクーティーハニー、その隣が松たか子さんですよ、僕の隣が水田さんって言って、安倍貞夫さんとかの映画舞妓ハンターの監督です、はいはい、水田監督、うん、はい、ですごい、さんまさんその話をしてて、なんか僕のね、うん、斜め後ろだったんですけど、うん、後ろでずっとさんまさんがおっぱいの話をしてるなってのも分かったんでそしたら急にうちの嫁さんはさんまさんの隣にいたんですよ、うん、なるほど、だから後ろですね、うん、そしたらさんまさんが、そういえばな原田お前めっちゃ巨乳嫌いやったよなっていう話を佐藤エリートで松さんもおっぱい、あーそうかそうかして、うん、なんかこの二人が笑うに笑えないみたいな、なるほどなるほど、な話をしてて、いやもうさんまさんもう今日やめましょうよその話って、他もだって20人ぐらいいたんですよ、でもその話でみんな注目になっちゃって、あのお前おっぱいの話したれよ、いいね、いやもう今日本当やめておきましょうっつって、で里より結構そういうのって、うん、あの冷たい目なんですよ、あー縛れたもん ね、 ね、そうそう、うん、であこれもうほんとやめましょうっつったら横の水田さんが、おお原田君もか、俺もな巨乳大嫌いなんだよってもう里襟がもうそっからシューなんか何も言えねえみたいな、監督言ったら買うよねそう、でもさ、うん、ちょっと不思議なことは今の話あるんやけど、はいはい、服着てブラジャーしとったらぐるんぐる回らんことだ、いやだから生で見てたなんでそれ隠したそうそう、ね、これでいきなり YouTube切られちゃったらバンなことバンされるバンされるということでね、はいはい、こういう話を、ね、ラジオでしてもらえたと思ってますんで、もうラジオは攻めとるよ、はいはい、FM 愛媛は大丈夫なんですか、ね、たまに局長がスタジオ走ってきて、うん、ママコンプライアンスと怒られるいやでも相当低いですねコンプライアンスが、うん、一度もピー入れたことない、はい、あとねスタジオ入ったらねでっかい分厚い本があってね、はいはいはい、あの倫理書喋ってはいけない言葉あるじゃないですか、 あれに付箋が貼っとってピンクで、うんはいはいはい、パッと開けたら、大人の玩具の話で私平気でねスタジオで振り回しようよそれをブインブイン言わさせて、だから結構局によってね、だから放送禁止用語って実はものすごい少ないんですよ、うん、そうね、で実際はね自主規制用語っていうのがあって、そうそうあ皆さんこんにちは、男の子たち今来たんだ ね、 今までちょっと下ネタの話してましたかこれからもしますよそうそう、なんかね僕知らなくて、そ NHK の人から聞いたんですよ、うんうん、だから自主規制で、で局によっては、うん、やっぱり昔は戦争終わった、まあ、偏りがあったから う、ね、うちのテレビ局はこの言葉ダメ、うん、うちのテレビ局はこれダメっていうのがもともと自主規制用語、私この間さ、うん、慌てて検索したんやけど、テレ東さんがフルーツ宅配便とかっていう、はいはいはい、あのまあ風俗の女性をね、はいはい、ドライバーさんの話するドラマがあって、はいはいはい、で浜田岳くんが主役なんよ、はいはいはい、でドライバーなんやけどね、うん、で女の子にね、その自信がない女の子を慰めよったらね、私にできるのはピピピとピピピだけよっていうねF の方言うたら F の方、おーそうなんよ、これ初めてテレビで、うん、そのね赤い車の方ね、ね話聞いたからさ、うん、これ大丈夫なのかって検索したら、はいはい、挑戦してみましたってテレ東買い取った深夜帯なんでってやってみました、だから局によっては一応その倫理員みたいな人がちゃんといる、ね、あれね放送いるんですよ、だから僕ら花丸マーケットやってた時に、うんうん、全然大丈夫だと思ってたのが何の言葉か忘れたんですけど、コマーシャルの時上からパッと降りてきて、あすいませんさっきの訂正入れてくださいって、で薬村さんとこが今のダメなのみたいな話をしたのを覚えてます、今のちょっと坂上忍やったけどね今のダメなのもう一回言って今のダメなの坂上忍しかもモノマネの方のですね、いや切ろうと思ったんやけど、はい、もうすぐね、うん、これ下ネタ話したら、はいはい、こうやってどん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 入ってきたら切れんなくね、あそうですね、すごいねどんなつもりでバイバイっていつも言うよ、いや僕ですか、うん、もうだから1時間越したら、でもたまにやっぱ超えちゃって70分とか、うん、1人寂しいんですよ車の中で、そうあのねめちゃめちゃ面白い電話になったんよ、どうしたのって言ったら、何かしてるの、はい、1人でお風呂入ってましたって大丈夫、はい、いいお風呂でした、うん、最近誰とも喋ったことないんでって、あそうそう、だから本当に北海道とかでも人とほとんど会わずに3日間とか、うん、で話すのはコンビニでお願いしますとありがとうで、お風呂入る時もチケットお願いします、次のアグマとヒグマね、もうそんなんですよ、
そうするともういろんなものに話しかけ出すんですよ。だから今もう僕の大親友は車だし。あ、そうね。そうそう、名前つけてるのあれ。名前はねちょっとつけちゃうともう、うん、終わる気がしてしまって。なんで？そうそう、だからいつもハンドルとかにありがとうとか。ああ、私でもちゃんと名前つけてるよ。自転車もバイクも全部。車は、うん、カサコ。なんでカサコなの？カサブランカ、白いから。ああ、はい、はいはいはい。レーダーレダコ。ナビナビコ。で自転車はスノーホワイト、白いから、白雪姫、はい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 、そう、あで緑の自転車はバッタそう、名前つけないの？うん、いや僕だからそれこそ長崎の時はやばいなと思ったのが、うん、すっごい狭い道を通ってって危なかったんですよ、うん、その時になんか全部乗り切った時ほっとして、うん、ありがとねって言いながら泣けてきちゃって、あら、いい話だ。本当でもう毎回ルーティンにしてるのはとにかくこの旅は違反を起こして車乗れなくなったら終わり、なるほど、ね、車が事故っても終わり、そう、ね、ということは僕だけじゃないじゃないですか、うん、もらい事故もあるから、 そう、ね、それも確認したりすると必ずだから子供引いちゃうとかうちの近所でもあったんですよ、東京で。怖い、ね、スケボーで入ってきちゃって勝手に亡くなった、あったね、あったあった、そうそう、っていうのもあるから、うん、日光東照宮で買ってきたお守りを、うん、今ミラーのところに下ろしておいて、で、うん、それに一回エンジン切ったら必ず触って、で今バックミラーがいわゆる見えないんですよ、キャンピングカーって、うん、だからバックモニターつけてるんで、モニターの電源つけて、でミラーをウィーンって畳んで、うん、閉まってね、で戻した状況でよろしくね、行くよって、それそこまでちゃんと素敵なことしょんのに、うん、名前がないのはいかん、募集しましょうか、募集する、すごいじゃん、名前いいね、明日も、うん、どっかの時間で放送するので、そう、まあ、でも生でもすいませんね、12人も来てくれて、 ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、明日はねセーラー服着せますNG なしって言ってや、うん、明日は着ましょう、着ましょう、セーラー服でも何でも着ましょう短めのスカートにするよで足元だけ撮って生放送するどんなフェチが見る、はい、原田の原田でやるだ、そうそう、というわけですね、今日はですね、うん、はい、愛媛松山にあります二番町にあります、はい、この旅のスポンサーにもなってくれてます、はい、ジャングルバーライオンさんに、そう、はい、ライオンママです、はい、ライオンママです、顔出し初めてです、そう、だからライオンママの、YouTube のチャンネル検索してぜひねチャンネル登録もしてほしいんですけど、よろしくお願いします、普段は顔が隠れてます、そうね、はい、いろんなことやってるけどね、うん、そう、原田さんも一回出てもらったからね、あ、そうですね、そう、これの開けるときにはい、はい、そうそう、だからあとねそこに出てるねガルマくんっていうのがもう最初なんかちょっと苦手だったんですけど、あ、そうなの、ずっと見続けるとなんかハマりますね、うん、バカなのやつびっくり、3つ買い物頼むでしょ、はいはい、3つ忘れるんよ、3つ忘れるんですか、そう、この間さ私のマンションに売り上げ持ってきてって、はいはいはい、でもう一個タバコ持ってきてって、うん、でもう一個なんか頼んだんね、はいはい、で3つとも忘れとんよ、何しに来たのって、あ、何しに来たんですっけって、うん、そうねって、でタバコはったら、いやすいません、あんた自分のタバコは、あ、買いました、すごいやろ、すごい自分のことしかもう範囲ないんだこの間もフィルターの掃除してなかったからさ、はい、フィルター掃除してって言ったら先週しましたって言うよ、うん、本当って、で次の日もやっぱりフィルターの調子が悪いからさ、本当に掃除したの、じゃあ開けてごらんって言ったらフィルターが入ってなかった調子悪いはずだびっくりした、外して終わっちゃったんだ、そう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 、まあでもね心の綺麗な子なんでね、はい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 、17年お店におるんで、すごいですね、17年で働いてくれて、本当だったらさ、うん、18日今月の26周年よ、はいはい、すごい、26年飲み屋やるって大変ですよ、自分もやってきたからですけど、そうね、うん、そう、あの壁のサインどうしたの、あれお店の壁のサイン、いやそのままです、嘘、うん、はいでちょうだいいやオーナーさんが撮ってもいいし、うん、もうそのままでもいいですよって、まあ、優しいオーナーさんだったんですよ、マジで、うん、いつか G トリップもう一回やるや、そうですね、まあ、お店自体はその G トリップって、ね、今だからやってるそのアパレルのブランドも、うん、そのままの G トリップって言ってやってるので、そうね、あ、みんな YouTube チャンネル確認してみます、 ありがとうございます、はい、チャンネル登録してね、うん、SNS もフォローしてますっていう人もいました、ね、ありがとうございます、はい、すごいね、あれ見えるんやね、見えます見えます、コンタクト、はい、してないです、僕、ね、長レーシックやって 0.02 しか、だから朝起きたらこんなだったのがしてからもう未だに 1.5 です、私あれ文字全然見えないわ、あ、そう、だから逆に最近その老眼の進み度が
なんで、しまって老眼なんて言ってないのに老眼って言った今。待って待って、私あえて言わんかったのに老眼って、それ老眼よ。そうそう、だから老眼が、でもね、この旅に出る前の方がひどかったのが、旅で出して遠くばっか見るじゃないですか、景色いいところ、ちょっと落ち着くんですよね。あ、すごいね、うん、だからやっぱあの緑見るとか遠くのものを見る、うん、まあ目休めてやったりもそうなんですけど、いいのかなと思って。すごい、それいいことかもね、うん、あとめちゃめちゃ字うまくなっとるよね。昨日もね、お習字の練習しててママから連絡あったから、僕のその暗い中での今こんな練習してます。めちゃめちゃね、お習字うまくなっとんですよ。なんかすごい漢字ばっかり書けるよね。いや、うん、書いてるのが暗くないですか。昨日も南妙法蓮華経とか書いてて、いやそれ南無阿弥陀仏とか、それ、ね、あのそれ言うたらさ、周りに怖いお化けとか出とんじゃないって、一人ぼっちで車の中に乗ったら怖がらせないかんと思って、うん、言わんとって下ネタの方突っ込みよったよ。女の子の名前ばっかり書いたらいかんよって言ったんよ、うん、でも本当はお経を書いとったからさ、周りにお化け出るよって。そういうことなんでね。そうそう、 で結構ね、あれやってるんですよ、映画とかを流しながら、うん、なんとなく見ながらこう書いてたりするから、うん、昨日はあのヤクザ映画見てたんですよ、うんうん、だからずっとその あの切った後ずっと暴力団暴力団使えない、弾が下手だな、もうなんか上手くならないですよ、だから弾いっぱい書いとった。だから書いてみて、あ、なんかあるじゃないですか、最近でほとんどあの SNS とかだから指で終わっちゃって、うん、そうね、書かないから、あれこの感じってどういう風だったかなとか、あ、そうね、書き順なんかも全然わからんね。いや、わからなくなりますよ。そうね、うん、難しいよね、漢字ね。確かに本当書けんなったね。うん、私でもね、これすっごい早い。あ、そうなんですか。早い。大好き。へえ。もう本当に。うん、さとみさん、いや老眼ですよ。そう、あつしさん老眼なの冗談ですよね。いや老眼、でもやっぱでもみんなね、40過ぎたら来ますよね。僕も同級生と、ね、今年だから生姜、年末か。友達と会いましたけど、で女の子だったんですけど、うん、その子もやっぱり老眼来た。私昨日スマホも見れたら、うん、お客様に言われた、ママのスマホの文字でかくねって。スマホの文字最大にしとる。してない？してないです、してないです。まだ。そうそう、だからまだ普通に見える。ただやっぱり暗がりになると多少見づらくはなりましたけど、でもうちのね嫁さんが全然50過ぎても来てなかったんですよ。あ、なら。そう、それがね55ぐらいになった時に、うん、そのなかなかその老眼来てないという前提で話した時に、うん、嫁さんがこう話してたんですよ、うん、話してたから、あ、とうとう老眼来たんじゃないのっつったら、んいやいや見えてるから大丈夫って、いやこんだけ話したら老眼だろっつって、いや十分老眼だよ、いや違う違う、これ老眼じゃない、見えてるから、老眼の概念をもう分かってないですね。私ハズケルーペ買ったよ。買いました。1万円するんや。あれでもいいんじゃないですか。いやめっちゃ売れてますよ、ね、その日のうちに、うん、うち2匹ワンコおるんやけど、はいはい、ワンコがかじって終わった。そうか、これにはあれだけど、うん、ガリガリダメ。ガリガリダメで、100円ショップで、はいはいはい、あのなんか 2.0 とか 3.0 の あ、ね、あれを何個か買って使ってる、うん、そう、皆さん目は気をつけてくださいね、あれハズキルーペで。でもなんかこうなんか回すとでしたっけ。そう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 、すごいよく見えたんやけどね、一日もたんかった。新しいもん全部噛むんよ。でもあんだけだから売れてるのってやっぱ指標だから、うん、あんだけ有名なタレントさん使って、うん、セットもあんだけお金かけてやってるってことはものすごい売れてるんですよ、やっぱり物がいいからだろうね、うん、まあ、結局や使ってみた人間がいいって言えば売れるんだろうね。まあそうでしょうね。そうよ。あ、それも T シャツ。そうや、あ、 T シャツ。そうそう、だから物がしっかり、もうほんとね、これ見てる方とかもこぞって買ってくださったんですけど、うん、やっぱりリピートしてくれる方とかも多かったりとかして、やっぱりちゃんといいもの作れば売れるんやな、うん、だからね、次何作る、次何作る。いや、とりあえず今度半袖作るんですよ。長かったからね。そうそう、あと今話してるのは、うん、あの岡山に工場があって、うん、あのエプロンも、バーベキュー用のエプロンを今作ろうって言って、うん、ああいいじゃない。で一生使えるエプロン、あの、うん、分厚いいいじゃない、うん、生地で一生使える。だから今までいろんなエプロンも使ってきたんですけど、うん、お店だったりとかバーベキューでどうしてもここだけちょっとあったらいいなっていうものをちょっと。そうよ、バーベキューで思い出したんだけどさ、うん、この度バーベキュー何回やった？1回しかやってないです。ねえ、最初のなんか実家かなんかのやつよね、うん、ね、北海道です。あ、北海道もやったね。実家のはあの練習か、あの ドラマで戻った時の。そうやね、だったの。北海道で1回か。そう、1回やった以外はもう全部、まあ、今回はその集まるイベントとかっていうのは基本的に中止したんだけど、できんから、うん、一人バーベキューしたらいいじゃん。
寂しい寂しい、肉に喋りかけてや。いやだから僕がやるのって塊肉なんで、うん、あのいわゆる普通のバーベキューじゃないからちょっと焼くっていうふうにできないですよ。何時間その塊肉を焼くから食べる人がいて、そうね、かつ僕らがやってるバーベキューっていうのは料理がメインじゃなくて会話だったりとか、あ、人間関係とかがこうなんていうのかな、作っていけるようなのがバーベキューなんですよ。まるっきり成立してんね、うん、だから孤独でただ焼いてるだけだったらそうそう、で炭もまあ量使いますしね。うーん、だからもう前半戦でその車の燃費がね悪いって話もここのチャンネルでもしましたけど、ね、燃費があまりにも悪い、まあ、荷物かそれは乗ってるからで、ね、だからもうバーベキューの機材全部下ろしたんですよ。荷物と霊が乗ってる絶対怖いやろ。 まだ1ヶ月ありますから、ね、めちゃめちゃ怖いやろ。一人ぼっちの夜怖ないの？いや慣れました。ただ前も YouTube ライブやった時に、草木ダムかな、うん、日光東照宮に行く途中の草木ダムってところで、うん、道の駅調べてたら、草木ダム道の駅幽霊とか自殺とか、いいね、怖いね。そしたら見てる人がなんか後ろになんか映ってますよとか言うのいいね、そうそうそう、いいね、めっちゃ怖い。いらっしゃい。あれも怖かった。だから100台以上あるあの駐車場に僕しかいないんですよ、うん、山の中ですぐ横がもう足尾銅山です。足尾銅山、だから日光東照宮なんで、それなんこそ生配信していって奥まで一人で行って、いやだなんで怖い、真っ暗ですから。ゴー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 ファイブ、いってんなそうそう、怖い怖い、なんかね、まそんなにむちゃくちゃ怖いってことはないですけど。本当、うん、ホラー映画見える人？あ、全然見えます。あ、じゃあ大丈夫じゃない、うん、行ってみてや。いやだけど結構なんていうのかな、霊障とかに当たっちゃったりとか、うん、僕入り込んじゃったことがあるので、うん、一人で行ってもしその状況になったらもうとてもじゃないけどもうどうしようもなくなっちゃうから。本当怖い、はい、それちょっと怖すぎるね。そうそう、1ヶ月以上だから、それ生き量だったんですけど、大学の時にもらっちゃって入っちゃって偶然知り合いに霊能者ができて、うん、何にも話してないのにその人が教えてもらって除霊してもらったら、その日も松葉杖1ヶ月半ついてたのが松葉杖なくて帰れました。おっぱいの霊がついとったやろ。ついてるかついてないわあなたにはおっぱいの霊がついてますブヨンブヨンそうそう、あとやってほしいことね、いろんなとこに行けるから、はいはいはい、そこのさ昔あったテナントってわかる？あ、はいはいはい、あの写真だけでいいから見てみた。あ、まだテナントって存在するんかな、はい、ありますよ、いっぱい。提灯だからね、新しく作ってるっていうよりはもういわゆる埃かぶってる、あ、昔からのやつ、そのまま売ってるっていうのが、だから京都とか行くとまだありますよ。京都行った写真見たけど、はい、見せてあげたいね、はい、誰もおらんじゃん。そうそうそう、だからもう今観光地でももう人が多いところはもう外してるんですよ。で京都どうしようかなと思ってたら、街中見ても全然車いないし、ちょっと行ってみようかなと思ったらもうそう、もう全然です、もう本当に一人だ。法隆寺、法隆寺はもう一人でした本当に。なあ、ならで京都もほとんど人会わないです。すごいね、うん、今度夜中行って京都キツネの霊がついてくるよ。いやいや、いやでもね、京都は僕その仮面ライダーやって終わった後に、毎月あの握手会があったんですよ、うん、そう、イケメン新選組っていうのやって、仮面ライダーのその出てたメンバーで毎月やったんで、うん、結構飲み歩いてたりとか夜の神社巡りとかしてたんで、まあ、ああいうところは全然大丈夫。大丈夫です、大丈夫です、はい、じゃあ夏に向けてなんかね、多分僕強いんですよそういうのだけど、怖いな怖いなと思ってたりとか、変になんていうのかな、知らないところに入ってっちゃったりするとコーンと来ちゃう時が、おっぱいの霊がまだおっぱいの霊だったらいいっすけどね夜もうね、頭の中がね、おっぱいで目回し話でね、ぐるんぐるん回るよ。もうそれしか残らん今日の話前半部分聞いてない人かわいそすぎるわ本当に。まあ、アーカイブでそうね、わかりました。ということで、はい、この後はそうですね、6時半から収録なんでね、はい、日本ですね、はい、日本、もう放送日って決まってるんですか？放送日は今週の土曜日の12時半と、はいはい、来週の土曜日の夜中12時半、はい、まあ明けて25時半ね、あ、に、え、24時半か24時半、はいはいはい、そうよろしくお願いします、はい、ぜひぜひ聞いてください。そう、今週は真面目やけど来週はね全部原田の原田の話するんで素の原田の素の原田の、はい、大きい原田の方
皆さんぜひお楽しみよろしくお願いします、はい、ください。というわけで今日はですね、はい、愛媛松山二番町にあります、はい、ジャングルバーライオンからお届けしました、はい、また放送日とかね、編集して YouTube 載せれるようにしておきますので、はい、ぜひ。であとママが、YouTube のチャンネルやってますので、そちらの方も登録していただければ、はい、UFO エイリアンの宇宙から来たメロンソーダね、うん、そう UFO エイリアンで検索したら UFO エイリアンので検索したら出るかな、まあ、出るでしょ、出るね、うん、はい、この後サインしてもらいます。はい、というわけで皆さん、お昼のね、まあ、忙しい時間にって、まあ、見てくれてる人は時間があったと思うんですけど、ありがとうございました。ごめんなさい。はい、というわけで、収録行ってきます。それでは皆さんさようなら、ありがとうございました、バイバイ、切るねー、よいしょ。